こんにちは。今回は 3.5 のアプデ情報についてです。詳細が公式から出ましたので共有していきます。最初に実際のアプデ内容を簡単におさらいです。まずアプデ日は3月1日で7時からメンテ開始です。基本的に昼の12時前後にメンテは終わりますので、アプデ直後に遊びたい方は12時少し前に待機しましょう。今まで延長がないのがやはり驚きますよね。アプデの保証として300原石の配布。キャラの修正などでもさらに300原石も基本来るので、計600原石の配布ですかね。配布の原石はゲーム内メールで確認できます。最初はまず目玉の新キャラの実装ですね。アプデ後すぐにディシアのガチャが実装です。腕試しでキャラを使えるのでディシアはぜひ触ってみましょう。ミカは 3.5 後半のガチャに実装となります。ミカの性能も物理を変えてくれそうで、早く性能を見てみたいですよね。で、復刻のキャラはこの3名です。前半にセノが来て、後半に神格とアヤカです。3.5 の新武器についてはディシアのモチーフ武器と、イベントで入手できる元素熟知ステータスの両手剣です。モンドのイベントで入手できると思いますので、配布武器だけは無料でもらえますので、ぜひモンドイベントを忘れずに参加しましょう。そしてダインスレイブが関わる魔人任務も実装ですね。PV でガイアも映っていた気がしますので、ダインとガイアの関わりがすごい注目ポイントですね。3.5 のアプデ直後から魔人任務は遊べます。かなり核心に迫った内容になりそうで地味に楽しみです。そしてさらにディシアの伝説任務もアプデ直後から解放ですね。彼女の意外な一面が見れる任務だと嬉しいですね。そしてかなり久しぶりにデートイベントも実装です。ファルザンとデートとは面白そうな展開になりそうですね。アチーブもあると思いますのでまた後日投稿します。デートもアプデ直後から遊べます。そして新しい敵も実装です。左のアビスが確か氷のシールドアビスだったと思います。水と氷のアビスで凍結ハメの未来が見えます。右の敵は少しいまいちわかりません。岩が関係しそうな黒蛇騎士とのことです。では実際のアプデ詳細を見ていきましょう。まずいろいろな料理の追加です。NPC の名前がわかりますが場所がわからないのが辛いところ。新レシピでコーヒー豆もあるそうです。稲妻のとある店の場所で以前のイベントアイテム。太鼓みたいなのが買えるみたいですね。見逃した記憶がある方はぜひ稲妻の街を探してみましょう。あとは七星召喚デュエルア、ここみ、九条のカード追加。新しい装備カードも二つ増える感じです。確かカードでも新モードが今回も追加される記憶があります。そして壺にワープするときに邸宅前にワープ可能になります。実際にゲーム内で確認してみましょう。そして螺旋関係の強化ですね。ディシアが実装ということから11層で炎ダメバフです。12層の祝福もやはりディシアを意識してる気がします。HP を失った時に味方を強化したりする感じです。シールドキャラが少し不遇になりそうですかね。続いてシステム面で、生物と武器強化の素材選択で一気に複数選択できるようになります。長押ししながらカーソル移動で複数の選択が可能です。あとはコントローラー関係で色々と調整もあるようです。続いては音声で効果音とボイスの修正です。リバーブ効果と呼ばれるものと、効果音もどこかのものが変わるようです。あとはキャラのボイス改善ですね。さらに良い品質にこっそり変えてくれそうです。そして七星召喚でも少し変更があります。少し特殊なのでここ読み上げますね。七聖召喚において、召喚物とチームの出撃状態の使用可能回数の更新ロジックを改善しました。改善後、使用可能回数は高い数値を参照するようになります。フィールドにある召喚物のロジック変更ですね。例えば、フィッシュルの渦の攻撃回数を増やして現在4回の発動可能なのに、再度再召喚すると通常の2回に変更されるのを、修正するという感じですね。そもそも割とレアなケースで発生すると思います。あとは修正がちょこちょこあります。関わるところとしては、永遠のオアシスで宝箱のコンパスが使えなくなります。コンパスが必要な宝箱があったか不明確ですが、良ければコメントで教えてくださいね。あとはテキスト関係で細かい修正があるようです。そして不具合修正に入っていきます。まず割と序盤の伝説任務でいくつかの修正があります。そして 3.0 スメールの世界任務で獣系を掲示するメロディーの秘境で、宝箱が開けられない不具合も修正とのことですね。心当たりがある方はもう一回行けるかわからないですが、確認してみましょう。そしてキャラの不具合で重要な場所を読み上げます。両読みおいて、落下攻撃後にダッシュすると、硬直なしでダッシュできてしまう不具合を修正しました。これ面白いバグでしたよね。ヨーヨが連続落下攻撃できたのを。
修正する感じとなりますね。以前から告知はありました。減速客関係で修正がちょこちょこありますが、おそらく基本はレアなケースで発生していたものを、修正した感じだと思いますので、もし気になった方はご自身でご確認ください。続いて音声での不具合修正で、ボイス関係がちょこちょこ修正されて、パイモンボイスの不具合も修正です。あとゲームにログインした時に、BGM が流れない事象が、たまに発生する事象でしたが不具合だったらしく、修正してくれるとのことですね。これ地味に嬉しいですね。続いてはシステム面の不具合修正で、初心者応援祈願の残り祈願回数が10回未満の時、祈願を行えない不具合を修正しました。これ面白い修正ですね。初心者ガチャは確かいつも10連を2回やった記憶がありますが、1回単位とかでもガチャできたのですね。あとはレアなケースで発生する不具合修正だと思います。そしてここからがいくつかそのまま読み上げていきます。まず七星召喚では、日本語において、七聖召喚におけるキャラカードプレイが生成する出撃状態ドッカン花火のテキストにローカライズの誤りがあったのを修正しました。千尋の砂漠エリアにあるヒエログリフタブレットの一概一箇所、以上であった不具合を修正しました。アイテムジェイドの手紙のテキストに存在した誤りを一箇所修正しました。キャラクター戦士ベレイロー養翼者の一部添付名の誤字を修正しました。アルベド岩のプロフィールにおいて、一部のボイス表現を改善。チリウタツボにおいて、アルハイゼン草の一部のセリフ表現を改善しました。セノ、アルハイゼン、コレイにおいて、一部のキャラクターストーリーの記述を改善。魔人任務第2章第4幕アカスナのオートミ人の巡礼者において、パイモンとアルハイゼンの一部のセリフ表現を改善。伝説任務勤労のアキラ第1幕すなわ静寂へ任務利益チェーンにおいて、パイモンの一部のセリフ表現を改善。任務七聖召喚をやってみようにおいて、スクロースの一部のセリフ表現を改善。七聖召喚において、一部のカードの効果の記述を改善。一部の世界任務の記述テキストを改善。一部の書籍のテキストを改善。一部テキストにおける演字、脱字、誤字を修正。一部日本語の漢字のフォントを調整。このフォント調整は少し気になりますね。まとめますと今回はそこまで大きい不具合修正は、なかったように感じました。まずはアプデ直後に触れるディシアの性能に、ぜひ注目したいですかね。お試しでキャラが触れますのでぜひ皆さんもチェックしてみましょう。では少しだけそのまま流します。朝早くからご視聴ありがとうございました。